KPC チャンネル。PDCA スクール。はい、どうも皆さんこんにちは。お世話になっております。高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回の動画はですね、高専推薦小論文、高専の推薦入試の小論文、失点する書き方6選ということで皆様と一緒に確認していこうと思います。推薦入試が近いですよね。まあ言うなれば僕、ノーベンで大爆死してしまった人なんです。高専入試試験を受けて、ノーベンで挑んだんですが、全然書けなくて失敗した、そういった経験があるので、皆様はそういったことがないように、共有させていただきます。はい、ところで、推薦入試、高専の推薦入試、こちら近いですよね。大体1月の初め頃から早いところから始まって、半ば、そして後半ぐらいに、もう発表が、推薦入試の、結果が出るのがもう1月の末ほどということになりますよね。もうすぐ目の先というか、目と鼻の先となっております。で皆さん頑張って準備されていると思いますね。で、かくして私も、推薦指導させていただいております。どういうことかというと、以前アナウンスさせて、いただきました、こちらですね、高専特化推薦入試対策マンツーマンサポート指導というものを、最近やってますね。で、今回ですね、昨日が最終の締め切りだったんですが、20枠満員ということで、ただいま、忙しくさせていただいております。こちらですね、ポン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 、皆様本当にやる気でして、卓球だったりバドミントンのラリーのように、もうパン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 僕が返しても、皆さんね、やる気に満ち溢れて、すぐに次の課題をこなしてくれるので、僕もですね、精が今出てます。たくさんね、皆さん書いて書いて上達させて、上達していただいているんですが、やっぱりですね、難しいんですよね。なんでかっていうと、塾の先生のように0から100まで教えてくれる先生ってなかなか身近にいないんですよね。学校の先生も暇を縫って皆様の、その専門的なこういう小論文の教育を受けてない方でも、公教育の学校の先生、もしくは塾の先生が、合間を縫って見ていただいていると思うんですが、やはり小論文を合格ライン、手取り足取り教えてくれる人っていうのはなかなかいらっしゃらないんですよね。自分も中3の時ね、習いたかったなってすごく思ってます、今。で、僕ですね、やっぱりノーベンで、高専の推薦入試、行ったので、全然書けずに、爆死、沈没してしまいました、どういう風になったかっていうのをちょっとね、過去の昔話ちょっと思い出してみると、僕ですね、推薦受けた時に2013年平成25年ほどでしたが、まだこれ簡単な方なんですよ。最近の皆さんの高専の小論文の過去問見たら、書きにくいね、難しい課題がテーマが出されてます。高専にもよりますが、いやこんな単純じゃなかった。でも僕の時はやっぱりまだね、甘い。感銘を受けた人は誰ですか、書きましょうという、そんなシンプルな、お題でした。で僕本当に書き方なんて知らなかったし、こんなね、下準備なんて してなかったですから、僕とりあえず戦場カメラマンさんの渡辺陽一さんっていう風に答えたんですよ。でしかもこれ大嘘ですね。もちろん渡辺陽一さんのことは知ってますし、すごい人っていうのは知ってるんですけど、名前と顔とね、独特な喋り方と戦場カメラマンだということしか知りません。でしかもこれ大嘘ですし、漢字違うらしいんですよね。でも書いて5秒で、大嘘ということがバレるという失態をしてしまいました。じゃあ、僕はね、やっぱこう思いますね。専門的な教育を受けて、必ず小論文試験を受けましょうということで、ノウハウを得ている今、私がですね、今これを考えるとちょっとありえないかなと僕思いますね。ということで、今回の主題である、失点する書き方、小論文ですね、その試験において失点してしまうであろう書き方、6選、皆様と一緒に確認していきたいと思います。じゃあ、まず一つ目の前に、まず前提知識として、まず作文と小論文の違いなんですよね。作文は自分の体験だったり、過去の話だったり、そういった感想、こちらをつらつらつらと、書くのが作文ですが、小論文というのは、まず自分の考え、主張、思っていること、考えていることをズバッと言った後に、じゃあなんでそう考えるのか、理由、根拠、転居、こちらを書くことによって自分の主張を説得力のある状態で相手に届ける、そういった文章になっております。作文と全く趣旨が違いますよね。この違いをまず意識してから、この話を聞いてほしいですね。じゃまず一つ目、失点する書き方その1、型にはめて書いていないところです。もう型にはめてとか型、フォームという言葉を聞いてですね、ん?ってなってる人は対策を急いだ方がいいです。型にはめて書いていないっていうことはどういうことかと言いますと、以前のこの動画ですね、作文小論文受かる書き方というふうに、高専入試対策用に、昔ですね、これ4ヶ月前に私、出させていただいておりますが、やはりちょっと上の方の、そのスクリーンにちょっと書いていきますが、やっぱり構成というものがありまして、こうですね、構成ってやっぱ必要なんですね。この動画で詳しくは語ってるんですが、やっぱりいくつかの段落に分けて、やはり型を意識して、それぞれの入れ物に入れていくコンテンツ、文章っていうのを、機械的に考えていかないといけないんですね。じゃないとやっぱり説得力のある文章っていうのはなかなか書けなくて、例えば、この起承転結とか上波球みたいなそんな書き方と一緒で、例えば最初に自分の意見を表明する。で、その次にその理由だったり、プラスアルファの情報を加える。で、そして最後にもう一度、そらね、言ったでしょ ?1 番で言った通り、2番っていう理由で私はこう思うんですよ。っていうふうに最後に再主張。というふうに持ってくるように、やはり型が必要なんですね。やはりここを意識できてない、そもそも学習が進んでない状態で試験を受けてしまうとちょっと厳しいかなというふうには思います。なぜかというと、説得力のある文章が書けてないからなんですね。こちらを意識できてないからです。意見を言ったまま、そのまま終わってしまってる。なんでそう思うのってところをアプローチできてないからなんですね。じゃあ、これが失点する書き方、その1、型にはめて書いていないということで、詳しくはこの動画で、語っていますので、まだ準備なさってない方、急ぎましょう。まだ間に合います。じゃあ、失点する書き方、その2、ついつい無根拠の主観の意見を書いてしまう。これですね、相当練習しててもやっちゃいそうになることなんですよね。例えばですね、先ほど申し上げました、先ほどとちょっと被りますが、ここの理由のところですね、ここをなるべく、客観的な、自分の意見に左右されない、例えばニュースだったり、事象だったり、データだったり、実験した結果だったり、出来事ですね、そういったものに、型
って理由を選んでいかないと、やはり説得力のある文章は書けないんですね。例えばね、小泉構文なんて言われますが、最近皆さん時事ネタわかりますかね。ツイッターとかで有名ですけど、僕はこう思うからこうなんだだったりね、理由のなしに主張してしまってたり、ただの繰り返しになってしまっていると、こちら無根拠となってしまって減点されてしまう場合があります。こういうデータがあるから、こういうデータがあるからこう思うんだよ、こういう出来事があったからこう思うんだよっていうふうに、やはり自分の意見とは全く独立された出来事、イベント、データ、実験を理由として話を進める、自分の意見をプッシュしていくっていうことをしないといけないので、ついつい無根拠の主観意見をここの今赤く染めたところに書いてしまうと、減点対象になってしまうかなとは思います。だから先ほどで言った作文になってしまうんですよね。なのでかなり気をつけておいた方がいいと思います。じゃあ次行きましょう。失点する書き方その3、今2つ目が終わったので次3つ目に行こうと思います。3つ目はいきなり書き始める。ここ衝撃だと思うんですよね。ツイッターでも何度かつぶやいたんですが、いきなり書き始める、いやそりゃそうだろう、試験スタートという合図とともにペンを持って原稿用紙にこうやって書き始める。いやそうなんじゃないんですか。いや違うんですね。実はですね、先ほど申し上げた通り、小論文のキーワードはやはり何度も出てきますね。型です、構成です。なのでまずテーマ、お題ですね、問題を見てどんな構成をまずしようかなっていうふうに考えて、余白でしたりメモ用紙が、おそらくあると思いますから、当日配られた紙にある余白だったり、スペースにまず自分はどういう構成で書こうかなというふうに5、6分作戦を立てて、もう少し時間をかけていいと思います。皆さんよく考えてください。600字800字原稿用紙たかだか2枚です。その小論文の試験、皆さん50分とか60分とか与えられてませんか？異様に長いと感じませんか？そう、それっていうのはまず構想を練る時間も含まれた前提の設定時間なんです。だからカリ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 ってずーっと書く前提の試験時間じゃないんですね。なのでまず書き始める前に、このスクリーンに書いてある通り、まあこれは例ですが、主張して理由で、でどんなことを付け加えようか、説得力を増すためにどんなことを付け加えようか、どういうことをまず主張しようか、まあ今回は字数がねちょっとまあ多いから、まあ、こうやってね自分の主張で賛同して、じゃああとはどうしようかなっていうふうにまず書き始める前に作戦を練るっていうのが大事なんですね。なのでまず何もこの構想を考えずにいきなり書き始めるのは墓穴を掘ってしまっていることと一緒なので注意しましょうね。じゃあ次行きましょう。いきなり書き始めるが3つ目でした。じゃあ次、こちらが代表的な文法ミスですね。たりたりというふうに何かを列挙したり並列したりするときっていうのは、たりを1回使ってしまえば必ず次の並列部分もたりをつけないと、文法ミスとしてもし厳しく採点する先生だったら減点する可能性があります。ですのでこれですね、赤い部分が誤用です。今日はおやつを食べたり 近所の大きな図書館に行って本を読みます。全然違和感ないですよね。これっていいんです。違和感なくて当然なんです。これは話し言葉だったり一般的には、全然使われている表現なんですね。ですので、厳密には正しい文法、厳密な文法にのっとると、実はたりを一度使った場合、その食べるという動詞に対して並列されているのは読んだりなので、ここがたりたりというふうに並列されているところにはたりが連続するということをしないと、一応これは名目上文法ミスということになっています。ですのでこちら、まあ、例えば本当にこういう文法を大切にされている、まあ、面接官、採点官ですね、であった場合、減点されても文句は言えないんですね。皆さん気をつけてください。これね、添削していて一番多いミスなので気をつけてください。じゃあ次4つ目終わりました。じゃあ次5つ目、問題文への答えになってないことが結構あります。どういうことかというと、こちらです。例えばコロナウイルス蔓延の際に完全に自粛すべきでしょうか、多少は許されるべきでしょうかという問いがあったとしましょう。極端な例ですが、皆様意外とこれ緊張して急いでる場合やっちゃいがちなんですよ。これは本当なんです。じゃあこれをどうやって答えちゃうかというと、まあ一般的に考えれば完全に自粛すべきか多少は許されるべきかというこの2択に絞って自分の意見をまず表明しますよね。例えば先ほど上のスクリーンに書いてある通り、まあここに白っぽくこういうふうにカッコでくくっているところに、まあ二択のどちらかを書くはずなんですよ。ですが本当に焦ったり緊張してたり、もし準備がもしうまくいってない場合、例えばこんなふうに考えちゃいます。何々すればコロナウイルスの拡散が収まると思いますって書いちゃう時があるんです。添削しててこういう経験あります。問題文の答えになってない時があるので、今一度、もし練習したり本番書くときに、本当にこれ今自分が書いてること問題文の答えになってるかなってことを必ず確認します。これをですね、皆さん徹底してほしいですね。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあこれが5つ目の失点する書き方でした。じゃあ次最後ですね、これも多いです。話し言葉を無意識に使ってしまう。こちらですね、感情豊かな女性の、生徒に結構多いかなと思います。例えばこちら、ここはまだレベル1です。皆様ちゃんと気をつけれてます。まあ一般的には状態と呼ばれる状態ですね、だったりであるというふうに一般的には書き言葉では書きます。基本的には皆さんこうやってまず練習してくださってると思います。で、まあ、これ混ぜちゃいけませんよね。基本的には一般的な文法ではこの2つ、形態と状態っていうのは混ぜてはいけない。じゃあ次がやっぱり多いですね。はい、話し言葉と書き言葉なんですが、やはりこちら側、話し言葉無意識に小論文の中に入れちゃう人結構多いですね。まあ、これ僕のたまたまかもしれませんが、女子生徒がちょっと多いですかね。感情豊かで表現も、ね、豊かな方が多いので、やっぱりこういった、まあ、フレンドリーというか、よく言うとフレンドリーというか、そういうふうな、まあ、気軽な感じ、カジュアルな感じで書いてしまう方が多いです。小論文の時はスイッチを切り替えて、こちらですね、書き言葉に変換してから、書いていただくと、より良くなると思いますので気をつけていきましょうね。はい、ということで6つですね、以上ちょっと見ておきましょう。まず1つ目、型にはめて書いていないところが、怖いところですね。こちら動画で、もし不安な人は見返しておいてください。で、ついつい無根拠の主観的な意見を言ってしまう。ここも小論文ではご法度なんです。3つ目、いきなり書き始める。ここはね、結構皆さんやってしまいがちなので、まず焦らず、皆さん、当日ですね、思い浮かべます。みんなね、多分書き始める。鉛筆だったりシャーペンの音が聞こえ始めるけど、あなたはシャーペンを握ってはいけない。もしくは書き始めてはいけない。まず構想を練りましょう。すごく不安だと思う、当日。みんな多分、カリ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 って始めるんだよ。でも、ここで我慢して、不安な気持ちを
耐えてください。ここでいきなり書き始めてしまうとうまくいかない場合が多いです。まず構想を練りましょう。どういう手順で1段落目、2段落目、3段落目、4段落目にこのテーマに対して自分は何を書くのか、まず構想を練ってから清書していきましょう。ここが勝敗の分かれ道になることが多いんです。はい、じゃあ4つ目、たりたりの文法ミス気をつけましょう。そして5つ、問題文への答えになっていない、ここも気をつけましょうね。で、6つ目いきましょう。最後が話し言葉を無意識に使ってしまう、こちらも気をつけていきたいですね。はい、というのもですね、この小論文のスキル、小論文を書くだけにとどまらず、今やってることっていうのはこの先必要なスキルなんですね。自分の意見をまずズバッと言って、その理由を列挙する。そして自分のその意見、もしくはその理由の反対意見、すなわち自分の反対意見、まあ敵みたいなものです。自分とは反対の意見の人の、言及にも、その、なんて言うんでしょうね、配慮が及ぶ。そしてその後にさらに自分の意見をもう一回プッシュする。この流れって自分の意見を納得させるように伝えるスキルでもありますし、自分の無根拠な意見なのか、根拠ありの意見なのか、判別するスキルでもあります。そして3つ目、ディベート、討論だったり、相手の意見を論破する。このスキルがね、めちゃくちゃ上達するんですね。そして最後、プレゼン能力もかなり上がるということで、この4つに直結するスキルなので、今回ですね、もし、推薦入試に、まあその、小論文試験振るわなかったり、例えば、まあ受けて、ね、なんか損しちゃったよ、なんか受けただけで結局本番、なんか合格につながらなかったから、ああって思っちゃうかもしれませんけど、そうですね、この意見に直結しますので、普通に一般教養としてかなり役に立つスキルですので、大いに役立ててほしいと思います。もちろん、お母さんへのお小遣い交渉にも使えるわけです。まず自分の意見を言います。お小遣いを上げてほしい。で、なんでかというと、あなたにこういうメリットがあるから、私もこういうメリットがあるから。家族全体にもこういうメリットがあるよね。でもお母さん、無駄遣いするかもしれないって心配してるんでしょ。でもね、気にしないで、僕はこういう対策を練ってるから、お母さんは心配しなくていいんだよ。だからお小遣いあげて、この方に乗っ取って言ったら、そうなんです。成功する確率がかなり上がるんですね。ですので、推薦入試、高専の推薦小論文、失点する書き方6選を、もう一度、今一度確認して、練習に勤しんで、本番ベストパフォーマンスで、合格をつかみ取るように、皆さん努力してほしいと思います。ということで、今回高専推薦入試の小論文に関して、失点する書き方6選ということで、まとめさせていただきました。ぜひ参考にしていただいて、努力に勤しんでください。今回の動画は以上です。お疲れ様でした。PDCA School. Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.